はい、ジャムです。今回は一撃で走りのバランスを整える1日たった10分でできる走り方改善というテーマでお話をします。今日はまあ久しぶりにというか珍しく走り方ということをテーマにお話をしていくんですが、なんでこれを走り方をね今日テーマにしようかと思ったのかっていうと、先日ですね、まあウェルウィングが主催で走り方講習会というイベントをやったんですよ。でこれ30人ぐらいの方がお越しいただいてですね、あのウェルウィング代表の池上が講師を務めまして、まあこれを楽に走るということをテーマにですね、まあその楽に走れる走り方を身につける、そういう動き作りをみんなでやったという感じになったんですね。でこれが非常にですね、まあ皆さんからもこう反響いただきまして、でやっぱりこれをですねこう身につけて、楽に走るようになっていきますというような感じで、まあ本当にその1時間半ぐらいの講習だったんですけれども、その講習の中でもかなり動きの無駄っていうのが、ね皆さんかなりなくなられたんですよ。でこれはすごくねいいことだなというふうに思いましたし、やっぱりその楽に走るというか長距離走においては無駄をなくすっていうことが最も重要なポイントになってくるので、まあ今日はですねそれをぜひ皆さんにお伝えしたいなということで、まあその中の走り方講習会の中でやってた一部をですね、まあちょっと厳選して、私が時間がない中でもやっているたった3つのね種目を皆さんにお伝えしていきたいというふうに思っています。でまずですね、あのその走り方というかその動き作りっていうところを解説していく前に理論の部分ですよね、まあ、なんでその走り方を改善する必要があるのかと。でそもそも長距離走にとって、いい走り方、求められる走り方っていうのは何なのかということからお話をするんですが、まずですね、なんでこの走り方を改善する必要があるのかってことなんですけど、これはね楽に走れるようにならないといけないからなんですよ。でこれは長距離走でその重要な走りってことにもつながってくるんですけれども、長距離走においていい走り方ってこれ何なのかってことなんですけど、もう端的に言うと楽に走れる走り方なんですね。もうこれが全てなんですよ。もう楽に走れなかったらその走り方はいい走り方ではないというふうに思った方がいいです。あの例えばですけれども、これ楽に走れてるか走れてないかをこう測る基準としては、ジョグとか、まあ、低強度ですよね。あのそれぐらいの本来楽であるぐらいのスピードで走った時に楽じゃないと、もうなんか足がすごい張ってしまうとか、あのジョグの感覚で走ってるのになんか疲れるとか、こういう場合っていうのは何かがおかしい、こういう風に絶対思った方がいいですね。やっぱり本来楽で走れるその強度、運動強度なのに楽じゃないっていうのは、体の使い方がやっぱりその最適化されてないからだと思うんですね。だからそういうのをやっぱり改善していく必要があると。まあこれはですね、その私も何回か股間動画で言ったことあるんですけど、長距離走の本質って走り方ではないんですよ、ぶっちゃけね。だから今日の動画のテーマっていうのは本質ではなくて、あくまでさまつなテクニックの部分になるというふうに思っていただければと思うんですけれども、なんでかというとやっぱり長距離っていうのはトレーニングと、まあ、リカバリーによって体を生えていくっていうのがやっぱりこれ9割ぐらいあるんですよ。で残りの 10% ぐらいがまあ走り方というふうになるんですが、とはいってもやっぱり 10% 分ぐらいね、あの走り方っていうのは関連はしてきます。やっぱりそういうことで無駄がある走りをしていたりとか楽に走れてなかったりすると、せっかくトレーニングを積み上げてもそれが 10% 分減ってしまうって、これすごいもったいないじゃないですか。せっかく苦しい思いして、頑張ってですね毎朝毎朝起きて走ってとかね、仕事終わり毎日毎日走って、そういうのをやったのに 10% 分ね減っちゃうって、走り方のせいで。こんな悲しいことはないわけですよ。でもですね、実際多くの市民ランナーの方がやっぱり何かしらのね無駄のある走りをしている方って多いんですよ。でこれで残念ながらせっかくのトレーニングの成果減っちゃってたりするので、まあ、今日やるねドリルを、もしね時間が取れるという方はやっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思っています。で今日紹介するのは3つのドリル、まあ、動き作りなんですけれども、もう簡単です非常に、スキップとあとはまあその左右バランスを整えると、この動きをちょっとやっていくわけなんですけれども、実際のポイントに関してはそのこれから私が実際やってる映像をお見せして、でそこの VTR を見ながらですね私は解説入れますので、まあ、それを見て、ちょっと実践していただけたらなというふうに思います。で、今日やる動き作りが一応3種目あるんですけれども、これ使い方としてはですね低強度とかジョグとかそういう日の前にやると、インターバルとかねきつい日にやってもらっても全然いいんですけれども、まあ、まずはですねそのジョギングとかする日にウォーミングアップがてら、まあ、ジョギングって正直ウォーミングアップまあまあいらないじゃないですか、正直ね。そのまま走り出してもいいぐらいの練習なんですけど、まあそういう時にただねなんか軽くこう体温めときたいなみたいな思った時にやっていただけるような、それぐらいの感覚です。時間で言ったら本当に5分ぐらいで、できるような簡単なものになりますので、まあ、ぜひですね今日ちょっとこれからやるお見せするものを、取り入れてやっていただければいいかなというふうに思います。それでは1種目目、これがですねスキップをやっていくんですけれども、このスキップですね、ここではですね上半身と下半身の動きの連動っていうのを、ちょっと目的にやっていただきます。実際のポイントはねこれからちょっと VTR で解説をしていきますので、まず流していきます。どうぞ。
スキップの注意点はですね、高く飛ぼうとしないということなんですね。まあ、これまでその子供の時なんかにスキップやった時はですね、高くポンポンと飛ぶと、そういう風なスキップが主流だったと思いますが、前にですね、飛ぶということを意識してください。で、その時にですね、あんまり、高く足を上げなくて大丈夫です。本当にちょっと、もう自然に足が上がる程度でよくて、意識すべきは肘です。肘が足が着地した瞬間に体の横を通る、この瞬間見てください。着地した瞬間に体の横を通る、でまた次の足が出て着地して戻ってくる時に肘が体の横を通ると、このね、肘に意識を持っていくと、肘でリズムを飛ぶ、こういうところをですね、意識をしていただくと、非常に動き作りとしてはいいスキップになるんじゃないかなというふうに思います。そんなにね、決して高く飛ぼうという意識は持たなくて大丈夫です。縦から見た映像ですね。本当にもう軽くスキップです。ただこのスキップから余裕がある人はこのスキップが終わってそのままジョグに軽く、数十メートル軽くジョグをすると、そのまま走りにつなげる感覚を掴んでいただけるといいんじゃないかなというふうに思います。これもぜひ試してみてください。まあ非常にですね、軽々と、そんなに力む必要もなくですね、走りにつなげるというイメージを持ってやっていただけるといいかなというふうに思います。これの目的は上半身と下半身の連動を、うまくさせるということなので、いかんせん肘が体の横を通過するこのタイミングが着地のタイミングと合わせればそれでよしということです。はい、ということで、これがね、スキップというものですね。まあ非常に簡単なんですけれども、やっぱりさっき解説で言っていたように、この肘がですね、こう地面に足がついた時に体の横をこうぴったり通過する、ここのタイミングをしっかり合わせるということをね、意識していただけるといいんじゃないかなというふうに思います。では次2種目目に行きたいなと思うんですが、これがですね、左右バランスを整えるものになります。片足を出していくような、そういう動き作りになりますね。片足出しみたいな、まあそういう感じです。ではね、また解説付きで VTR を流していきたいと思います。どうぞ。この動き作りにおいても、まず片足ずつ前に出していくということをしていくんですが、まずは左足から、こちらやっています。左で往復をして右で往復をすると、それも距離もだいたい30メートルぐらいの距離で結構です。でこの時も先ほどスキップと同じで、あんまり前に出そうとしなくていいです。足はそんなに前に出すというよりかは、戻す時にちゃんと体の真下に戻してくるというイメージを持ってください。でこの時もまた、大事なのがですね、上半身がこの片足を前に出した時にその横を向かない、上半身はちゃんと真正面に固定をしたので、足だけで、こうちゃんとこう左右で前に出すと。でこれをすることによって左右のバランスが崩れている時、そのバランスを補正することができます。故障明けなんかはですね、こういうのよくやった方がいいんじゃないかなというふうに思います。やっぱり故障していたりすると足をかばってなかなか左右のバランス崩れたりとか、そういうことがあるので、まあそれをですね、補正をするっていう意味では、これをやってからジョギングをすることによってだいぶその崩れは治るんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ本当にね、動きとしては、こんなんでいいのというぐらいのね、簡単なものになるんですけれども、まあ、片足ずつこう出して、左右のバランスを補正するという感じになります。まあやっぱりですね、その長距離走の練習していると足が痛くなってきたりだとか、あとやっぱりそういう筋肉のバランスってね、やっぱり人それぞれ違うんですよ。左右で絶対違うので、筋肉量とかもやっぱりそういうので、だんだんこう走ってでもズレっていうのが生じてくるんですよ。で長距離走っていうのはやっぱり反復運動なので、1回のランの中で結構歩数がね、もう多いじゃないですか。何千歩とか、まあ15キロとか20キロとか走ったら、ね、やっぱ1万歩2万歩とか行くわけですよ。でやっぱりその1万歩2万歩とかそういった時に、そのズレがね、1歩あたりのズレがちょっとずつあると、それがかける1万とかなってきたら、やっぱりだんだん大きなズレになってきちゃうので、こういうのを走りの中だけでやっぱりこう補正していくっていうのは難しいところがあるので、動き作りをやってそこで補正してから、ランに入るということで、やっぱり左右のバランスっていうのがしっかり整っていく。でこれによってやっぱり走りのその力の使い方の無駄っていうのがね、ある程度なくなっていくんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひやってみてください。では最後3種目目ですね。3種目目もですね、まあいわゆる左右バランスをこう整えていくような、そういう動き作りにはなります。これもね、結構簡単なものになるんですけれども、まあポイントなんかはですね、ちょっとまた VTR でお見せしたいと思います。それではどうぞ。こちらの動き作りもですね、さっきの片足ずつ出すのとすごく似ていて、まず右足で往復して、次左足で往復するというような感じで片足ずつやっていきます。でさっきのは横からこう足をこう出していくような、なんかそんな感じのイメージなんですけど、これはですね、膝からリードして足を出す。だから見てください、膝が先に行って後からつま先がついていってるみたいな感じです。これつま先から先振り出さないように注意してください。つま先から振り出すようなことをすると、走りでも膝からリードする走りが身につかないので、必ず膝が行ってから後から足先がついていく、そのイメージを持ってください。上半身がね、横向かないっていうのは先と同じイメージで、しっかり左右バランスを整えてやるように意識をしていただければいいじゃないかなというふうに思います。
これもね、決して足高く上げようと意識は持たなくていいです。足高く上げなくていいんで、戻す時にちゃんと体の真下に戻してくるということを意識してください。はい、ということで、3種目目、これはね、足をこう片足ずつ前に出していくというものになりますね。これもね、さっきと同じようにこう左右バランスをこう整えていくということになるのと、もう一つがですね、出した足をちゃんとこうしっかり自分の体の真下のところに持ってきて着地するっていう、この感覚を掴んでいく。あのね、結構多いのが、その出した足が自分の体の前方で着地してしまっている方、多いんですよ。これね、非常に無駄の多い走りになってしまうんですね。体のその前方で着地をすると、やっぱりね、上半身がですね、その着地した時に一歩乗り遅れるんですよ。で、この乗り遅れることによって、その何が起こるかというと、今度後ろに行った足が帰ってくるのが遅くなるんですよね。で、後ろに行った足が帰ってくるの遅くなったら、一歩あたりのそのピッチ、まあ回転が遅くなってしまうんですよ。で、回転が遅くなってくると、やっぱりどうしてもですね、そのペースっていうのは上がってこないし、でもそれでもやっぱりペースを維持しようと思ったら余計な力を使ってしまう。で、足の力をすごい使ってしまうということになるので、なんかマラソンとかだったら後半に全然足が持たなくなっちゃったりとか、まあ足がつってしまうとか、あのそういうのも原因の一つとして、やっぱりそういう無駄の多い走り方をしてしまっているっていうのはね、絶対あると思うんですよ。だからこういう動き作りで、そこら辺の無駄を省いていくっていうところは、ぜひね、意識していただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、まあ以上がですね、今日ちょっとお伝えした、3つのドリルです。まあこの3つのドリルは最低限ですね、ちょっと取り入れていただくことによって、左右バランスはやっぱりある程度補正されていくし、あとはその設置した時に自分のこう肘が体の横を通る、で、こういう感覚を掴んでいく、この感覚を身につけていくことによって、まあある程度ですね、走りのバランスっていうのが良くなっていく。で、上半身の下半身の連動っていうのがうまくいくようになるので、まあ非常にですね、走りとしても洗練されていくんじゃないかなというふうに思います。で、さらにですね、まあフルバージョンで、まあやっているのは走り方講習会で、ちょっとお伝えをしているんですが、まあこちらはですね、まだちょっと予定としては未定なんですね。次やるかどうかっていうのはちょっとまだわからないんですけれども、まあぜひですね、こちら情報についてはメルマガでちょっと限定的に配信しています。YouTube とか、SNS ではちょっと配信はしてないんですけれども、あのメルマガで、配信してますので、よかったらですね、動画概要欄からメルマガに登録していただけたらいいかなというふうに思います。メルマガではですね、登録していただくと、小説長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントっていう、通常1000円で販売している、もう本当長距離走マラソンの本質的なテーマについて解いた、入門書、こちらのですね、電子データを無料でプレゼントもさせていただいています。今後のね、走り方講習会だったりとか、合宿だったりとか、こういうリアルイベントの情報を受け取りたいとか、またこの書籍もね、欲しいと、という方はですね、ぜひですね、動画概要欄からメルマガに登録をしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。弊社ウェルビン株式会社が提供する書籍、小説長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントの現行データを、現在メルマガ登録者の方に無料プレゼントしています。本書は弊社代表で大阪マラソン日本人トップの池上秀幸が、長距離走マラソンが速くなるために最も本質的な点について解説したもので、迷った時にはいつでも見返せる入門書としてもお使いいただけます。ランナーの方であればお手元にあって決して損はない一冊です。ぜひ今すぐ下の URL よりお受け取りください。多分ですね、この景色初めてのお披露目になるかなというふうに思います。この後ろに見えておりますのはですね、宝塚市でございます。はい。今ね、私兵庫県の宝塚市に住んでるんですけれども、めちゃくちゃいい景色ですよね。これ向こう側です。この向こう側がですね、もう、なんていうんですかね、もうずーっと行きっぱなしで行って、帰りも帰りっぱなしで帰ってこれるという、まあ、河川敷のね、めちゃくちゃ整った、いいコースなんですよ。むっちゃ走りやすいです。はい。いやー、いいですよ。今日ちょっとね、暑いぐらいですけれども、今ちなみに琵琶湖マラソンの4日前です。今日4日前刺激の5キロが終わったところで今これ撮影してるんですけれども、こんなのどかなね、いい練習場ないですよ。ぜひ向こう側でなんか私が練習会とか開催したら、近隣の方ぜひ一緒に練習しましょう。よろしくお願いします。